ティーンエイジファンクラブは、スコットランドは、グラスゴー出身のウルタナキブロックバンドである。略称は、TFC。1980年代後半にノーマン・ブレイク、レイモンド・マッキンリー、フランシス・マクドナルドの3人で組んでいた前身のバンド、ザ・ボーイ・ヘアドレッサーズを経て1989年、スコットランド・グラスゴーにて結成。ザ・ボーイ・ヘアドレッサーズ時代にはゴサード サードレーベルからシングルを発売している。そこにレーベルを設立したザ・パステルズでドラムを担当していたフランシス・マクドナルドが加入。スティーブン・パステルの紹介でペーパーハウスレコードからカソーリック・エデュケーションを発表する。このアルバムが評判となり、クリエーションレコーズと正式に契約。フランシス・マクドナルドはレコーディング中に合体し、ドラマーは途中からブレンダー・オーヘアが加入。 1991年、ドン・フレミングがプロデュースを手掛けた、セカンドアルバム、バンド・アゴネスク発表。ニルバーナの世界的、メガヒットによる、オルタナティブブームの潮流の中で、スコットランドのインディーズバンドとして知名度が上がり始め、アメリカ版をゲフィンレコード参加の DGC レコードから出していた、ティーン・エイジファンクラブもその余波を受ける。1993年、サーティーン発表。 ブレンダン・オヘアが脱退。1994年、初来日公演。1995年、コンピレーション、ディープフライドファンクラブ発売。元スープドラゴンズのポールクイーンが加入し、グランプリ発表。来日公演。1997年、ソングス・フロム・ノーザンブルテン発表。来日公演。2000年、ハウディ発表。ポールクイーンが、 同アルバムのドラムパートのレコーディング終了をもって、脱退し、フランシス・マクドナルドが再加入。所属していた、クリエーションレコーズが1999年に閉鎖したため、同アルバムは、クリエーションの親会社であった、ソニー系列のコロンビアレコードから発売された、サマーソニック零零に参加。2002年、ベストアルバム、ヒット大全集発売。2003年、来日公演。 2005年、ジョン・マッケン・タイアがプロデュースを手掛けたアルバムマンメイドを発表。同アルバムはヨーロッパでは自身のレーベルペマよりリリースされ、アメリカではマージレコードよりリリースされた。サマーソニック05に参加。2009年、サマーソニック09に参加。2010年、シャドウズを発表。サポートメンバーだったデーブ・マクゴワンが正式加入。2018年、 ジェラードラブがツアー計画に関しての意見の相違により脱退。2019年、元コーキーズザイゴティックマンキのユーロスチャイルズが加入。ありがとうございます。